なにわ男子 YouTube グッド数ランキング。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、なにわ男子って YouTube チャンネル持ってると思うんですね。で、やっぱ YouTube って YouTube チャンネル開いた時に人気の動画っていう風にやると、上からウブラブのダンスバージョンからってランキング形式で動画があると思うんですけども、ジャニーズって、元ジャニーズですかね、アイドル事務所としての意味合いなのか分かんないですけども、グッド数とか低評価とかの数値って見えないようになってるじゃないですか。ただそれをグッド数を見える見方っていうのがありまして、それは画像検索が飛んで見に行く方法なんですけども、具体的にこのグッド数っていうのが出てきちゃうんで、見たくないよって方はちょっと見ないでもらえたら、違う動画見てもらいたいなと思うんですけども、僕の中でですね、例えばなにわ男子だったらウブラブのダンスバージョンっていうのが一番 YouTube として再生されてるんですけども、じゃあ一番再生されてるか、じゃあその動画が一番グッド数が多いのかなっていうのが気になって、見出した結果いろいろな発見があったっていうところだったので、それをちょっとランキング形式で発表していきたいなというふうに思います。ただ一個注意点としては、こちらのなにわ男子の動画を全部画像検索で見に行くととてつもない量で大変なので、 YouTube の人気動画ってところを押して1位からトップ10までのやつを調べました。なのでこのトップ1かトップ10の再生数順がグッド数になるとどう変わっていくのかっていうのを楽しみに見ていただけたらなというふうに思います。あとどうしても自分調べだったりとか、そのグッド数が最新のものを毎回更新されてるかわからないので、あくまで目安ぐらいで楽しんでいただけたらなというふうに思います。では早速いきたいと思います。まず第10位はダイヤモンドスマイルファーストアリーナツアー2021、グッド数は約 12.7 万グッド。こちらなにわ男子の YouTube の再生数ランキングだとちょうどトップ10になるので、グッド数もトップ10で一緒だったっていうような結果ですね。続いて第9位はソーダポップラブファーストアリーナツアー2021、こちらグッド数約 15.2 万グッドになっております。こちらのソーダポップラブに関してはなにわ男子の YouTube 再生数ランキングだと6位になる動画になっております。続いて第8位はスペシャルキスグッド数約 17.3 万グッド、こちらのスペキスに関してはなにわ男子の再生数の上位で8位になるので、グッド数も、再生回数も8位ってことで、見合ってる動画になるかなっていうふうに思いますね。続いて第7位はなにわウェイグッド数19万グッド、こちらなにわ男子の動画の中では5番目に再生数が高い動画になってるんですけど、グッド数だとちょっと7位になってしまってるっていうような動画になりますね。続いて第6位はダイヤモンドスマイルグッド数約 20.3 万グッド、こちらのダイヤモンドスマイルに関してはなにわ男子の YouTube 再生数ランキングだとトップ9になるので、グッド数が6位に対して再生数は9ってことなので、かなり高評価率の高い動画になってるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。続いて第5位は The Answer Official Music Version グッド数約 21.5 万グッド、こちらグッド数は第5位になっていて、YouTube の再生数ランキングになるとトップ7になるので、トップ7の YouTube の再生数に対してグッド数はトップ5っていうことで、こちらもやっぱ高評価率の高い動画になるかなっていうような印象ですね。続いて第4位はなにわ男子 The Answer ダンスバージョングッド数は約 21.9 万グッドとなっております。で、こちらなにわ男子の The Answer のダンスバージョンに関してはなにわ男子の YouTube の再生数ランキングだと第2位になってるので、再生数は第2位けどグッド数は第4位ってことなので、ちょっと再生数のが多いような形の動画になっておりますね。おそらくですけど、なにわ男子のその The Answer のオフィシャルとか通常のミュージックビデオの方が再生数に対して高評価が高かったので、そちらの方でいいねってグッと押して、ダンスバージョンの方はフルで聴いてるみたいな人が多いのかなっていう印象ですね。特にグッと押すとかじゃなくて音として聴いちゃってるのかなっていう。続いて第3位はなにわ男子でサチアレグッド数約22万グッド、こちら YouTube の その再生数の方だとサチアレは第4位になるので、再生数が第4位に対してグッド数はトップ3なので、こちらも高評価率っていうのが高い動画になるんじゃないのかなっていうような印象ですね。続いて第2位はなにわ男子ウブラブ
ダンスバージョン、グッド数は約38万グッドになります。第3位のサチアレのグッド数が22万グッドに対して、このなにわ男子ウブラブのダンスバージョンは38万グッドで16万グッドも多いんですね。まあやっぱりそのデビュー曲っていうような、まあこのお祝いっていう意味合いもあると思いますし、やっぱそのまあ旧ジャニーズとしてのデビューっていうのは、まあ皆さん世間もそのジャニーズオタクとかジャニーズファンだけじゃない人も結構注目する対象だったりするので、まあそういった中でグッド数がかなり多かったのかなっていう印象ですね。まあただですね、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、なにわ男子の中で一番再生されている動画っていうのがこちらのウブラブのダンスバージョンとなっているので、再生数は1番なんですけど、実はグッド数は2番っていうところで、まあ、グッド数よりも再生数の方がなんか伸びちゃってるかなっていうような印象ですね。まあただこちらはですね、まあ後ほど発表させていただくんですけども、通常のミュージックビデオよりもダンスバージョンの方がフルで聴けるので、まあ音として単純に聴いてる層が多いのかなっていう印象になりますね。そして最後、ハイラル第1位は、なにわ男子でウブラブ、通常のミュージックビデオの方ですね。グッド数が約 40.2 万グッド。まあ、こちらはなにわ男子の YouTube 再生数ランキングになるとトップ3の動画になるんですよ。トップ3位の YouTube の再生数に関わらず、グッド数はなにわ男子の楽曲の中で一番多いっていうところで、まあ、いかにその、お皆さんからおめでとうというか、お祝いのグッドがあったのかなっていうような印象ですよね。どうしてもウブラブのダンスバージョン、さっきの2位の方に関しては2番目に確か上げられた動画になるので、なにわ男子としてデビューしましたウブラブです、聞いてください YouTube アップロードの方に関してはこちらの通常の方っていうのがあるので、まあ、そちらの方がグッド数が多かったのではないのかなっていう、まあ、予想になりますね。こう見ると、なにわ男子のこの通常のウブラブが3940万再生に対して 40.2 万グッドで、2番目のグッド数が多いウブラブのダンスバージョンに関しては、まあ、約9400万再生ぐらいあるんですけども、38万グッドと、まあ、2万グッドの差ではあるんですけど、再生数が倍以上なので、こう見ると、人によって音だけ聞きたいっていう、なにわ男子のウブラブをフルで、なんでしょう、ミュージックとして聞きたいっていう人もいれば、あ、最初のデビュー曲だからおめでとうってグッド数が増えたりだったりとか、まあ、そういったのが要因としてあったのではないのかなっていう印象ですね。はい、今日はですね、なにわ男子の YouTube のグッド数ランキングってところでお話させていただいたんですけれども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、あ、こちらのなんか動画思ったりグッド多かったな、少なかったなっていう意見だったりとか、まあ、今後ですね、旧ジャニーズとして全体のグッド数が一番多い動画はどれだみたいなのをちょっと話していきたいと思うので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういった元ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。今日見てくれてありがとう。またね。